私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。放送前から賛否両論となっていますが、有田哲平の芸能界引退宣言の真相は、渡辺謙、アビーマ新番組、引退 TV で共演、フワちゃん起用に拒否権。アビーマを有田哲平さんの緊急記者会見映像を24日に配信し、会見の場に黒のスーツ姿で登場した有田さんは神妙な面持ちで、極めて近い将来芸能界を引退いたしますと発表しました。クリームシチュー有田哲平さん51が極めて近い将来芸能界を引退いたしますと宣言した上で、ネットテレビ局アビーマで25日21時から新番組有田哲平の引退 TV がスタートすることを発表し、反響を呼んでいます。また番組のマックは有田哲平さんとタレント YOU のフワちゃん、女イコールフワはるか28歳が務めることも発表しており、有田さんはこの番組が終わる頃には本当に引退を決意してしまうかもしれませんけれども、ぜひご覧くださいとコメントしています。続けて、芸能界引退前に一つだけやりたいことがあるとして、私が引退するのだからあなたも引退しませんかと、様々な人に引退を促す新番組有田哲平の引退 TV の放送を発表しました。番組の初回ゲストは、2020年に不倫スキャンダルでもうバッシングを浴び、今年2月に1年8ヶ月ぶりに芸能活動を再開したアンジャッシュ渡部健さん50です。そして、有田哲平さんの芸能界引退宣言と新番組、有田哲平の引退 TV の発表を受けて、ネット上では、有田の引退間際というのは設定なの？本心なの？高田のマイクをパロってるところは、さすが有田プロレス番組やってくれ。プロレス好きだから引退矢印を復帰の流れやりたいんだろうな。引退について話し合う番組か、確かに的確なゲスト選択。第2回は木下隆之かな。しょうもないわい、大湯みたいなことするんだね、落ちぶれたな。有田にはがっかりだよフワと、渡辺出るなら見ないわ。フワちゃんいたら誰も見ねえだろ。 Google ピクサルへの CM が流れるたびに大ブーイングなのに。まずは、フワを引退に導いてほしい。脱力タイムズに、渡辺なんか出すな予前振りの気がして不安。プロレスラーと芸能人の引退は、信用できない数分後に復帰して、しらーっと番組続けることもあり得るからね。なんせ一旦引退した体にすれば、嘘にはならないから。などの声が上がっています。有田哲平さんの芸能界引退宣言ですが、元プロレスラータレントの高田円源さんが1995年6月に、極めて近い将来引退しますとリング上で宣言したことのオマージュで、有田さんは大のプロレス好きということから、ネット上ではもし今後引退したとしても多くのプロレスラーと同様にすぐ復帰するだろうと予想する声が上がっています。ちなみに有田哲平の引退 TV の総合演出は、退職位タレントギャル曽根さん36の夫であり、報道番組風コント番組全力、脱力タイムズ、フジテレビ系を手掛けるプロデューサー名城ラリータさん46が担当します。名城ラリータさんは今年3月まで放送のお笑い番組有田 P をもてなす NHK の制作にも携わっており、個人的には有田哲平の引退 TV にも期待しているのですが、ネット上ではフワちゃんに対する拒否反応も多く、番組を見ないといった声も上がっています。放送前から賛否両論となっていますが、不倫スキャンダルで物議を醸した渡部健さんと有田哲平さんが久しぶりの共演を果たし、どういったトークを展開するのか楽しみですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。